高揚力装置。高揚力装置とは、飛行機の揚力を増大させるための装置である。必要時に主翼から展開させるタイプのものが多い。飛行機は、巡航時には、より早く目的地に到達するため、その他種々の目的のため、可能な限り高速であることが求められる。しかしながら、離着陸時にはできるだけ低速であることが求められる。 より低速で離陸と着陸ができれば、その分滑走距離を短くできる。黎明期の飛行機は、現在から見れば低速であったが、巡航中において、主翼を最適な翼面荷重にすることにより、徐々に速度性能が向上し、高速で巡航できるようになった。だが一方で、主翼の翼面積が小さくなってしまい、翼面積を変えない限り、 離着陸速度と滑走距離が増大する問題が発生する。離着陸時において飛行機は可能な限り低速であることが求められるた、巡航時と離着陸時の速度性能のギャップが目立つようになった。飛行機の主翼に発生する揚力は速度の事情に比例するため、低速性能を重視すれば高速時の揚力が過剰になり、高速性能を重視すれば低速時の揚力が不足する。 普通は飛行機は向かい角を調整することによって、揚力を適切に保つが、向かい角を大きく取ると、今度は節速に陥るため、向かい角の調整という方法には限界があった。そのため、高速性能と低速性能を両立させるため、主翼自体は高速向きのものとし、離着陸時での低速においては、不足する揚力を補うため、 主翼の最大揚力係数を増す装置が、高揚力装置である。高揚力装置は、以下のような方法を用いて、揚力を増大させる。かつてはパイロットが景気を見ながら、手動で操作していたが、アビオニクスの高度化により、フライトコントロールシステムと連動することで、最適な設定値を表示したり、操作自体を自動化した種もある。翼の全部、前縁についているものは、 前円フラップ、翼の後部、後円についているものは後円フラップと呼ばれる。両方を備える機体の場合は組み合わせて使用することが多い。後円フラップはプロペラ推進の小型飛行機からジェット推進の大型旅客機や戦闘機に至るまで多くの飛行機に装備されている。角度は普通何段階かに設定でき、離陸時は中程度の着陸時は 最大の角度にすることが多い。複次的に効力が増大するため、着陸時の滑走距離を短縮する作用もある。操縦士が2名乗務する民間機の場合、通常は副操縦士がフラップの操作を行う。このため、フラップを操作するレバーは操縦席の右席側に取り付けられる。公園フラップには以下のような種類がある。前縁フラップとは、 その名の通り主翼の前縁に格納された高揚力装置である。巡航中は主翼前縁に格納されており、離着陸時などの迎え角の大きな時に前方に引き出し、気流の早期剥離を防止することで揚力係数を高めるものである。フラップと比べて効力が少ないため、Z 機のほとんどに使用されている。戦闘機においては、 戦闘時の旋回性能向上のためにもフラップを利用する。最初はその目的で開発されたものではないフラップをパイロットが自分で操作していたが、飛行状態に応じて最適なフラップ角を選択する必要があるため、熟練パイロット以外には操作が困難であった。やがて空戦時の使用を前提に、全開にまで至らない中間的なポジションをあらかじめと置く。 空戦フラップが開発され多くの機体で用いられた。しかし、旋回に最適なフラップ角度は、速度と旋回にかかる G によって逐次変わるものであり、これら固定空戦フラップでは、回路の過剰、または足を招いていた。フラップが過剰に開くことは速度を必要以上に、失うことにつながる上、フラップ回路が不足な場合には、旋回に必要な揚力をまかないずに失速へと、 至ってしまう。理想の空線フラップとは、パイロットの手をあずらわせることなく、回路を連続的に制御できるものということになる。そこで、空線フラップの動作を自動化した自動空線フラップが開発された。構造そのものは、ファウラーフラップと同じだが、速度を測るためのピトー管から来る、動圧と G を測るために水銀を入れた容器と組み合わせることにより、 旋回時に必要なフラップの自動稼働を可能とした。太平洋戦争時の日本海軍機の自電改めや、列風に搭載された。現代のジェット戦闘機では、操縦装置のコンピュータが常時速度や、無改角などを計算しては必要性に応じて、必要量のフラップの出し入れを自動で行う機能を持つことが普通となっており、そのコンセプトとしては、空戦フラップと、 共通するものであるが、空線フラップと、あえて故障することはなくなっている。ジェットエンジンの推力方向を下に傾けることにより、上向きの力を発生させるもの。高速でフラップを展開すると、フラップ自体の破損のほか、主翼付け根部分に過大な応力を生じ危険であるため、速度上限、フラップ操作速度が設けられる。フラップとエルロンを兼ねたもの。 アメリカ海軍機などでは、ドループエルロンとも故障する。フラップとして使用しない水平飛行中は左右のフラッペロンは上下逆方向に動作してエルロンとして働き、離着陸時にフラップとして使用する場合は、左右が同調して下向きの角度に動作してフラップとして働く。フラップ動作をしている場合はエルロンとしての効果を発揮できないが、 戦闘機であれば昇降だが左右作動させられるテールロンであることが多く、また大型民間旅客機は内翼部に独立したエルロンを別個に持っていることが多いため、エルロンとしての効果はそれらが受け持つ。ス -16 以降に開発された戦闘機ではフラッペロンが使用されていることが多い。イ、A-18 シリーズやハリアー E などは外翼部がフラッペロン。 内翼部が単純フラップやスロッテッドフラップとないてより高い揚力を得られるようになっている。最近の旅客機 B777 や A380 等のエルロンも高揚力を得るためにフラッペロンが採用されている。コンコルドのようにカナードを持たないデルタ翼機の場合は公園の動翼をフラップとして使用することができないためフラッペロンとは呼べない。 エルロンとエレベーターを兼ねたエルボンとコれる。ブラウンフラップとは離着陸時の低速時の航空機の揚力を増やす目的でイギリスで考案された高揚力装置である。その工程は境界層制御とも呼ばれる。1960年代には一般的だったが複雑な整備が必要なので廃れた。現在は類似の構造が軍用機等で散見されるが普及はしていない。 さらに、初期の概念が、現代的な技術で、乱流制御翼として、より効果的な揚力装置として使用される。従来のブラウンフラップでは、少量のタービンエンジンの圧縮空気を抽出した、ブリードエアを配管で主翼の後部へ送った。特定の角度のフラップの隙間から高エネルギーの空気を境界層に噴射する子で、境界層剥離を送らせ、揚力を増やす。 進行方向に対して、翼の角度が大きすぎるとき、翼上面の気流、空気の流れは、空気の粘性の影響で運動エネルギーを失い、翼に沿い切れずに剥がれてしまい、境界層剥離、翼上面の圧力が下がらず揚力が発生できなくなってしまう。これを解決するため、前円フラップ、後円フラップスラットなどの機械的なメカニズムを使用することで、 翼上面の気流の剥離を防いでいるが、それを使用した際の最大揚力係数は3.36程度が限界であり、飛行機の高速化に伴って、翼面荷重や離着陸速度が大きくなり、滑走距離も長くなっていった。そこで、境界層に運動エネルギーを人工的に与えることにより、気流の剥離を防ぐとともに、最大揚力係数を飛躍的に高める装置が、 境界層制御、バウンダリーが層コントロール BLC 装置である。前述のスロッテッドフラップやファウラーフラップも境界層制御をしている。種類として以下のものがある。乱流制御翼サーキュレーションコントロールウィングは航空機の主翼の揚力係数を高める高揚力装置である。CCW 技術は60年以上の研究開発の歴史があり、初期の形式は ブラウンフラップと呼ばれてた。CCW は高圧の空気を隙間から噴射するように特別に設計された航空機の主翼の前沿と後沿を流れる空気流の速度を増やすことにより作動する。主翼は丸められた後沿に沿って空気を噴射することで小安打効果によって揚力を増やす。主翼の上面の空気流の速度が増えると同様に 通常の欲型によってもたらされる揚力も増える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。